こんにちは、ケイドラです。今日はディズニーコラボの降臨キャラたちを比較してみようと思います。何を比較するかと言いますと、今回のディズニーコラボのキャラたちはモンストにいるガチャゲンのキャラたちがヴィランフリになって登場しているんですよね。なので、もともとモンストにいるガチャゲンの方とそのヴィランの方を比べてみようかなと思います。なんか性能がね、似通ってるんですよ。めちゃくちゃ似てて、で、まあ、どんぐらい強いのかっていうのをちょっとまだちゃんと僕確認してないんで、今から見ていこうかなと思います。まずはパンドラから見ましょう。ステータスはやっぱり降臨なので若干抑えめですね。まあでもそれでも高いけど。で、種族一緒、亜人族バランス型。ガチャゲンの方はマインスイーパー M、超アンチ力バリア、ゲージドレインですね。氷の方がマインスイーパー、アンチウィンド、ゲージドレインということで、マインスイーパーがちょっと弱いのと、超アンチ力バリアがないっていうところですね。で、ドレインの倍率というか、回復上限とか、その辺はもしかしたら異なってくるかもしれません。まだ動画出してる段階ではゲットできてないので、試せてません。本家はラックスキル、ユージョコンボクリティカルなんですけども、氷はクリティカルですね。ストライクショットは、まあ、パンドラボックス投げるのと、氷は茨城同時の重心化とかと一緒ですかねっていう感じになっております。友情コンボエナジーバーストなんですけども、氷の方が数少ないですね。氷の方が4なので縦軸には出なくなっております。はい、でもそんな感じ普通に強いですねドレイン持ってるのがやっぱいいな。マイスイーパーチュインとドレイン、これめちゃくちゃ強いわ。本当にこれガチャゲンでいてもね、普通におかしくないような性能ですからね。まあ作っておいて絶対は損なさそう。また属性ですね。属性言い忘れてますね。木属性ですね。マレフィセントドラゴンがモチーフなんで木属性という風になっております。次はキスキルリラですね。キスキルリラは重進化ではなく進化の方を見ていきます。はい。で、まず属性が水属性になりましたということですね。で、ステータス見ると、まあ結構下がってますね。ステータスはもう普通に下がってる感じでございます。で、種族一緒、砲撃型一緒、反射ゲージ一緒、氷の方は治癒の祈りないんですね。なくて、アンチワープ、アンチ魔法陣は一緒です。で、氷の方には SS 短短縮がついているっていう感じですね。ラックスキル、ガチャゲンシールドなんですけども、氷の方友情コンボクリティカル。これ強いですね。ガチャゲンの方のストライクショットは味方触れるたびに回復、自強化って感じなんですけど、氷の方は、自強化プラス低シーズン HP 範囲回復ということで、ダムスの進化とかダイナとかと一緒です。でも短縮あるんで、これが25体よりも早く打てるっていう感じですね。なかなか使いやすそう。友情コンボは一緒のプラズマですけども、ヴィランの方は友情コンボクリティカル持ってるんで、発動時は3倍の威力になります。いや、これ強いね。プラズマ一発3万ぐらいになりますよ。強まあこちらも非常にいい性能ですね。あとイラストもいいし、あと声がね、金沢金沢最高です。次はバッハ見ましょう。まず属性が光属性になりました。ステータスはてか普通の方やばいな、攻撃力高若干スピードが速くなってるぐらいで、あとは踊ってますね。で、アジンバランス型一緒で、魔封じ、ユニバキラー、アンチワープは一緒です。光属性キラーがない感じですね。ユニバキラー出てきました元柄持ってたから関係ないけど、あえてバッハを選んできたまでありますね。で、ラックスキル、シールドなんですけども、ヴィランの方はクリティカルですね。ストライクショットは一緒っぽい。まあ、倍率とか多分変わってくるんですけども、ストライクショットは一緒っぽいですね。で、ショットガン、友情コンボも一緒です。まあ、でもサブ友情がないので、ヴィランの方がもちろん友情コンボ弱いんですけども、同じキラー乗ってくるんで、かなり使いやすそうですね。いや、強いわ。めちゃくちゃ強いわ。ヴィランがヴィランじゃないぞ。こちらは副船長ですね。さっきのキスキルリアはアースラでしたね。はい、そんな感じです。てか、このバッハの横にいる妖精天使みたいなやつも、これ、ヴィランの方にいるんですね。海賊見習いみたいな感じでいるんですけども。すごいね。はい。次、星4号を見ていきましょう。ジョン万次郎です。属性は火属性に変わりました。ステータスは、攻撃力がちょっと低いぐらいで、スピードは上がってますね。いや、まあ、そんな変わらん。てか、むしろ強いまである。普通の方のジョン万次郎とアビリティがだいぶ違いますね。ヴィランの方が汎用性高そう。アンジュアップ、アンジュウィンドウということで。ストライクショットもターンが3ターン短くなっているんですけども、残り HP の 20%、5% マイナスになってますね。ただこの SS めっちゃ強いってこと皆さんご存知だと思うので、割合ダメージですね。普通に使いやすそう。星、ラック90作っといても全然いいですね。友情コンボは変わらず白爆発 M という感じでございます。こちらもめちゃくちゃいいキャラ。最後、ディルロッテです。属性は闇属性に変わりました。
ステータスは高くないか。 HP 若干低くぐらいで他全部高いぞ。ガチャ券の方は砲撃型なんですけども、ヴィラの方スピード型になってますね。アビリティも鉱物キラーが追加されております。 SS が変わりますね。ブーストではなく狙った方向にいる敵に毒リンゴを投げつけて攻撃。多分この動画出してる頃には判明してると思うんですけども、なんかすごそう語彙力って感じなんですけど。で、友情コンボが白爆発 M で変わりはないんですけども、砲撃型のガチャ券の方が威力高めという風になっております。まあ白爆発に火力は求めてないので全然 OK ですね。ここはまあ動きやすくなって、鉱物キラーを持ってるんでコミキューとかその辺に効いてくるのかな。で、これらのキャラたちですね、今回のガチャ券のキャラたち本当にどれも優秀ですね。ラック90も作りたいし、運極も作りたいし、というかまあこれ作らないと本当にもったいなさそう。ドレイン持ってるのやばいな、普通に考えて。あとバッハも普通にめちゃくちゃ強いと思うし、あと何よりキスキルリラですよね。これは強いわ本当。そもそもワープ魔法陣ってめちゃくちゃ少ないところですね。コアラスとかいるんですけども、ほとんどガチャ券なんですよ持ってるキャラが。だから希少性が超高い。今まであんまりいけなかったクエストもこいつ持っておくことによって生きるようになったりするかもしれないので、本当にまあボックスに3体置いといてもいいキャラかなっていう風に感じます。いや強いわ。パンドラの方もね、ドレイン持ってるんで敵の間にはまったりすると大回復できます。めちゃめちゃ優秀バッハもガチャ券の方のバッハが使えるクエストだったら大体使えるっていう考えでいいですね。どれもこれも強すぎるんで、ぜひ皆さん運極作りましょう。僕も作ります。僕もプロツアー近いんですけども、ちょっと宣伝ですね、プロツアー近いんですけども、これだけはちょっと作っておこうかなと思ってます。ガチャ券の方でもね、星4個のグーフィーとかプルートも性能見る感でめちゃくちゃ強かったんで、ちょっとこれも楽しみですね。この動画はコラボ始まる前に撮っているので、ちょっと性能がわからない部分あるんですけども、ちょっと今回のディズニーコラボはガチャ券だけじゃなくて降臨キャラも非常に魅力ですよっていうところをお伝えしました。まあなんか比較すると楽しかったですね。はい、そんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価お願いします。チャンネル登録、ツイッター、フォロー、インスタローもお願いします。それではバイバイ。